はい、今日番外編です。もう早速見ていただいた方から何個か質問いただきましたので、ただ僕ちょっと質問忘れちゃったので、何でしたっけ、どうして龍馬なんですか。そう、僕坂本龍馬さんが大好きなんです。なので皆さんに素敵なお店、素敵な人っていう二股川のそういう形をご紹介いただくのに龍馬さんリスペクトして来ていただいているっていう、そういうことでございます。あと、どうして作家とかやるでよって言うんですか。すいません、分かりにくいと思うんですけど、ですね、このお店自体が皆さんが主人公になっていただいて、もっともっと頑張るぞっていう元気を出していただくっていうことをしたいと思って、スタッフ一同頑張ってますんで、そういう意味でこうご紹介しながらやるぜよ、着火するぜよっていうことでお伝えしているということでございます。はい、今日もちょっとお願いできます。いきますよ、いきますよ、いきますよ、やるぜよ。